よくこの前営業法になった。つまりね、人間の本別的頭で考えればこそ先にと入る、それからあるいは小と死二つ考える。そしてその前に先にが入らない、小が死となる、そういうふうに移り気推移を考える。ところが一切二つに分かれる以前の生命実物としては小に二つに分かれる以前なんだからね。だからこれはもう小は小という形を形成した。これがこれ小が死との兼ね合いじゃないんだ。この感じあれだから、これを小と小という形に形成しないんですね。この前今川徹さんの言葉、この小の字の最後の一本は、これは死の字のね、最初の一本に違いないって考えた。それで結局こういう字を考えたって話したんでしょ。そうすると、この字、これが面白いです。小と死と、もう、二つに分かれる以前なの。ところが、この字はね、これは小の字じゃない。小じゃないね。変な方がくっついてきた。それで、こう、小の字。これまた死の字でもない、ね。これ、小でもない、死でもない。これは無相だ。小のが形を形成しないんだから、相がない。無相。だから、死も死を形成しないから、死の形。じゃないか、無双。ちょっと結局この話はこれはこういうこと、何かあるだ、何もない。それでこれは何か、これは大崎さん。それでもう現状もあのマジでね、人の悟りを追う水に月の宿るがごとし、月濡れず水破れず、ね、結局ね、その悟りを得るっていうのはね、迷いを転じて悟りを得る、あるいは誰にして悟りを得る、そんな兼ね合いの話じゃない。そうでない。誰でも彼でも生命実物を生きて、その生命実物そのものを映しているってこと。無相の生命実物を誰でも彼でも映している、それが水濡れず、水破れず、本当は誰でも彼でも映してる。心配いらない。心配いらないけれど、それだからついでに誰もしないって言ったら、なぜない。そういうのを本当に映すっていうところが大切だ。で、待てる他境もだ。体を磨いて鏡だ。トップが種に来て仏となるっていうのはね、そういう。移り変わり、推移の話です。帰って、ませんはませんだけ。それが状況だ。それから、なれんはなれんだけ。それがサブス。だから、この辺でね、本当に、なれんというもののね、ありがたさをね、よく知らなくて、できてね、なれんしてなんとか悟りにある。そんな、なれんじゃないんだってことね。それでこういう状況をたとえ身になりとも速やかなるでした。結局ね、このませんだけが人の悟りを生むことでもあるし、他境でもあるし、状況でもあるし、ね、そういうことです。で、南学医学、なぜ何他物を得意だ、明らかに知るの座禅の他物を待つにあらざる道理あり、他物の座禅に関われるなる終始隠れる。結局ね、座禅の方から言えば、座禅は座禅に行き、向こうに他物という相手を持たない、目当てにすることはない。また他物
の方が大事や。残念に変わらず、相手を探し、かぶつきる、ね。そして、結局の話、その、一切二つに分かれる意見の、生命実物に座る。それが、座禅でもある。かぶつでもある。で、大着力学。車をつな、あの、
不動だから。
Gracias.
しって言葉が出てきたもんだ。今度いろんなこの公安に、ね、出てくる水溝部、血流、電流なんてね、この公安の出てくる石を挙げられてる。でとにかくいろいろとね、いわゆる様変わりしていろいろ出てくる。このいろいろと様変わりして出てくる生命の一々に打ち込む。それがだから水根流を作業するか、電流を作業するか、電流を作業するか、電波なるべきか、電解なるべきか、電信波なるべきか、可変図になるべきか、変装化なるべきか、変化図になるべきか、住宅になるべきか、これまあ一生のうちでもいろいろ様変わりするね。私もこれ、あとは坊主になってから以後だった。やっぱり小僧修行の時代っていうのね、小僧修行の時代、まあ私の小僧修行の時代なんかっていうね、29で坊主になって55まで小僧だった。だからこれは小僧は小僧時代、それでもってそれは打ち込む、小僧なりに打ち込む。そして今度は和尚はまあそれから10年間だけあんたりの和尚、これはまあそれなりに打ち込む。それからもう昭和50年から以降、また隠居だ、これは隠居は隠居なりに打ち込まない。それでそのうちにもう一回隠居しよう。第二の隠居時代は第二の隠居時代だ。打ち込む、もうこんなのなきゃならない。ただそのうちにまた第三の隠居も、まあ100いくつまで生きるとなる。第3の隠居、考えなくちゃいけない。とにかくいろいろ様変わりする。それはね、小僧時代の続きのことを和尚時代にやっていく、和尚時代のことを隠居にしてからやっていく、隠居してから陰性で聞くって言ったね。そういう口に場所を入れるやつ、そんなのはダメだ。これいちいち様変わり、山川にしたところで、だから水根流も多流する、水流も多流する、霊流も多流する、それで電波なんていうか、分解だろうなやつになるべきかって、ね、結局はね、もうどんな虫だ、結局人海が人海を打つ、天地一体が天地一体を打つ、あるいは三が優心、優心がなるべきか、三が優心が三が優心を打つ、家計図になるべきかというのは随分思って足しにするんですね。あるいは憲法がなるべきかというのは、まあ、脳層証券の時にこう拳を見て持ってあれするっていうことね、これはそういう相手のある時もある。しかしながらその相手のある拳そのものも自己意味と自己の相手だ。そうすると憲法権あるべきか、脳書だったら打ち込む、牛作業あるでしょう。そして次に大弱無体になる。大弱無体になるからもう答えられなくなってね、それでとうとう黙ってしまった、そういうふうに、まあ、ちょっと見られるんですかね。ところがそうじゃない、この場合の大弱の無体一般に答えたみたいな。だからその辺を、だから上からと、その辺も見逃しちゃいけない、つまずいちゃいけないよ。で、瓦を投げるって玉を引くあり、神戸を巡らして天にかぶるあり、瓦を投げるって玉を引くっていうのは、瓦捨てて、それで玉をかぶってってね、結局、あれするようだけど、そうじゃない、瓦を投げ打つって、
誰もがなぜ差別は差別この舞台にさらに三段してから三段っていうのはねあの位置で、ね、の商人がこれは売りたくないんだってそれで取り上げを持ってきたんですそれが三段ということになりますつまり舞台っていう言葉は、まあ、そのままに見なくて決して無理やりな命を取り付けていけないまたちょっと話になるからもう一つそこまでが第4弾でその次がその5章では第5弾になるこの第5弾はもうちょっと弾丸また示していや弾地座禅を出すこれ座物を出す座禅を出すっていうのは座物を出すんだぞということでこれはこの場合の問題は座物の物だこれも普通の世間語という物仏法としての仏というのは修行に対する仏じゃない。この神仏流修行皆さん無差別って言うんですね。これ天王教の山天王と言って本当にこの一切分離の仏だ。でその点で、ね、だから普通はあれでしょ。我々が仏さんを拝むとね、ずっと、癒やしの頭の湿気がして、その、拝めばことありがたいなんだって言うと、そのぐらいのつもりでいるじゃない。ところがね、そんな拝んだから仏。そんな拝んだから神様って、そんなような神様、仏さんじゃね、話が違う。拝んでも拝まなくてもそのいつでも私は言っても思っても思わなくても信じても信じなくても拝んでも拝まなくても仏に目の仏だそれでそれと同じように今座禅するってことです座禅するから立法仏として座禅しなきゃ立法仏としてじゃないってそんなんじゃない座禅しても座禅しなくても座禅そういうところに座るという話してきたんですねつまりそのどっちへと転んでも座禅しなくても座禅しても座禅しなくても同じというところへ座る私に何十年座禅つけてたんだそれでも嫌になってどうしてこう苦しむんでしょうかそういう苦しみ方をした人を言ったけどこれ困るんです騒ぎ越しが座禅しても何にもならぬということを言ってたところがその何にもならぬということがわからないようじゃない本当に何もならない本当に何もならないこの、まあ、どう座禅しても座禅しなくてもあのいいところで座るというのは座禅しても何もならないところがそういうところに一生懸命座禅するこれなんだからところが普通に座禅しても座禅しなくても同じところで座るんだって言うとそんなのやめとこう拝んでも拝まなくても同じ仏さんなんだってそんなのがうまいってそういう風に変わるからダメだねそうでね我々どっちへどう転んでも天地いっぱいの命生きているいいですか思っても思わなくても信じても信じなくても思わんでも思わなくても天地いっぱいの命生きているその天地いっぱいの命生きているから手のその天地いっぱいの命に座るあるいは頂上をするあるいは奇妙をするそれが大切ですよ。それが学ぶ座物だ。だから、何時座禅を学ぶ。これ、
ところよ大切だと。各座面の探知に伽藍と伽藍に各座物として本とじゃまた学っていうのが大切だ。学っていうのは学ぶっていうね、学ぶっていうのは真似、日本語では真似部だ。真似部、真似部は、ま、真似するっていうのね。この真似がね、我々真似の騒ぎの時はよく言ってる、言ってられたね。あいた石川五右衛門の真似って、ね、ちょっとその人のものを取った。しかしながら、ちょっと石川五右衛門の真似しただけですって言ったって言ったら、人のものを取ったら立派に泥棒だ。それと同じようにお釈迦さんの真似して座禅したんですか。それずっと座禅したんだ。したってこれと立派に座禅したから仏だ。これ真似してちょっとだあの泥棒を真似してちょっと座禅する。だってそれがそのマッポシだ。マッポシだ。それさっき言ってた。そのまま生命実物なんだ。つまりね、知っても知らなくても座れば仏。それがね、学座禅を感じていかないと知らざるに学座仏と知れる。知らなくたってそう。だけど学座禅した限り、例えばそれが知らなく知っても知らなくても学座仏。正直の疑問にあらずよりは、いかでか学座禅の学座仏になるとどうしたら、誠に知るべし、真の座禅は最初の座禅だ。最初の座禅は最初の座仏だ。ああ、全く初めて座る人でも、座った限りは仏だ。そして、事実、ただ我々が一生懸命修行するというのは、最初の座で一生懸命欲しい百千万発してただ座るだけ。それで食べる。そこまでやる、ね、表情によるサイトが時間がある。それから朝歩くから